オルガカ・プラノワは、ロシアの元新体操選手。所属はガスプロム。身長、172.0センチメートル。ニックネーム、オーリャ。7歳から新体操を始め、一時代を築いた、アテネオリンピックの新体操女王アリーナ、カバエワの後継者として、2005年の世界、新体操選手権大会で、個人総合1位となり、鮮烈なデビューを果たす。 カバエワに負けない柔軟性の高さとそれに伴う高難度の技を演技に多く取り入れ高得点をマークしている。同じくガスプロ無所属のベラセシナとロシアのオーダーを守っていたが2006年は成績に波があり復活したカバエワやセシナに遅れを取ることもあった。ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ2007年の世界新体操選手権大会ではミスが響き ウクライナのアンナベッソノワ・ベラ・セシナに敗れ、個人総合3位となる。2008年の北京オリンピックでは、クラブのミスが響き、同僚のエフゲニア・カナエは、ベラルーシのインナ・ジュコは、ウクライナのアンナベッソノワに敗れ4位に終わり、メダルを逃す。ありがとうございます。